海軍兵学校は海軍の兵科将校を養成する機関初級士官を養成する機関であり、4年程度の期間を要し、海軍将校として必要な各種の知識、技術、教養などを教育する。特徴として、カッターボートによる訓練や艦船を用いた長期の養生実習が行われることが多い。第二次世界大戦以前の日本では、 大日本帝国海軍の士官学校が海軍兵学校と呼ばれたため外国海軍の士官学校にも海軍兵学校の訳を当てることが多い。なお戦後日本の国防組織である陸、海、空の自衛隊では同等の機関を陸、海、空で各幹部候補生学校に統一している。旧海軍兵学校校射限、海時幹部候補生学校大日本帝国の 海軍兵学校は広島県江田島に所在していた。提督などの高級士官へ進むものの養成機関として海軍大学校が置かれた。第二次世界大戦の敗戦により、閉行。海上自衛隊における幹部養成は同地に設立された海上自衛隊幹部候補生学校が行っている。江田島の海軍兵学校跡地には、 海上自衛隊幹部候補生学校並びに、海上自衛隊第一十課学校がある。防衛大学校、防衛医科大学校及び一般大学の卒業生、航空学生出身者、海上自衛隊の部隊から選抜されたもの、公募された幹部が、海上自衛隊の幹部となるべく学んでおり、それぞれ数週間から一年程度の期間教育を受ける。現在、同地では、 一般の見学も随時受け付けている。当時から残る一部の建物や記念品が展示されている教育参考館、大行動、道の駆手法や特殊潜工艇などを自衛隊 OB のガイドが同伴して1日3回実施される無料ツアーで見学できる。またツアーの後は食堂、売店の利用も可能である。アナポリスでの卒業式伝統の帽子投げ、2007年。 イギリス王立海軍兵学校、ありがとうございます。